ドミトリ・ブラディスラボビチエフレモフは、ロシア・ウリアノフスク出身の元同国代表サッカー、選手。PFC ・クリリア・ソベトフ・サマーラ所属。ポジションは MF。ロシア・セカンド・ディビジョンの FC ・アカデミア・トリアッチで2012年4月24日に、デビューする。2013年はじめに、レオニード・スルツキー率いる PFC ・チェスカ・モスクワに、移籍。 3月9日の PFC クリリアソベトフ、サマーラ戦で、後半アディショナルタイムに、ゾラントシッチとの交代で投入され、ロシアプレミアリーグ初出場となった。2015年8月31日から、チェコ AFC、スロバン・リベルツに1シーズンの期限付き遺跡。2017年7月5日には、FK オレンブルクへシーズンローンとなることが発表された。 2019年8月19日に行われた FC、スパルタクモスクワとのダービーマッチで、スタメンに名を連ねるが、相手、DF サミュエルジゴのタックルを受ける。プレーを続行したが、前半22分に交代すると、全十字靭体の断裂が判明し長期離脱となった。クスカとの契約延長交渉は、合意に至らず、2020年2月18日に、FC ウラルへ加入。 2021年2月21日、ロシア2部の PFC クリリアソベトフサマーラへ移籍することが発表された。各年代のロシア代表でプレー。フル代表としては2015年3月31日のカザフスタンとの親善試合に向けファビオカペットにより召集され、80分にゲオルギシュチェンニコフとの交代でデビューを果たした。2020年4月、 妻アナスタシアとの間に第一子となる長女が誕生している。ありがとうございます。